梅沖縄県、長春とは、江戸時代の浮世絵師。死刑不明。江戸の人で怪月同派とされているが、作風はより描線が弱く、独立の絵師であると考えられる。姓は長谷川、名は春信。豪は、梅沖縄県、梅っ県、英春。また後に、江進、三春とも豪す。作画期は元禄から、教法の頃にかけてで、 肉筆浮世絵を得意とし、美人画を描いた。開月堂派風の美人画を描く絵師の中では最も作品数が多く、画題の幅も広い。楽観の上に日本画と関している。宝永元年から翌年の春にかけて成立した月次遊技図鑑を残していることから、元禄後期にはすでに画業を始めていたと考えられ、開月堂派の阿流というより、同時期か。 やや先行する時期から活躍し、むしろ開月動派の登場に影響を与えた、可能性も考えられる。また三の体の三俳優図には、立役、若尾山、若手法が描かれており、絵を手がかりに交渉すれば、立役は中村七三郎、若尾山は津川半田夫、若手方は中村大造となり、この交渉が正しいものであればこの作品は、 元六十三から十四年に作画されたものと推定でき、英春の作画期はさらに遡ることになる。優美ながら落ち着いた画風で、立美人図は旧ーンほどもある、伸びやかなものが多く見られる。作例はおよそ二十を超え、強法期頃まで作画していたと思われる。遊女と,と、猫図と、 かやわき美人図の楽観に、梅沖縄県春信とあり、同じ陰門不明の印象を使用し、楽観の書体及び画風も似ていることから、武田、春信という浮世絵師と同一であるとされる。同一人物の場合、武田春信は、梅沖縄県英春の後の名前だと推定できる。ただし、武田春信という楽観による作品の女性は、概ね7等身くらいで、 英春の美人と比べると、顔のやや丸みを帯びて、より気品を増している。また、春信画には仮の葉風の表現が見られるが、その描き方は仮の葉を学んだ絵師の初期に見られるとして、英春の後年の名を春信とすること、ひいては同一人物説に疑問を呈する意見もある。武田春信あるいは、春信の,の楽観の作例は、多いと言えないがそれでも八例が知られる。 なお、春信と同じ印象を持ち、水縁、銅春信筆と署名した文図解図があり、これも、春信筆だとすると水縁銅という号も名乗ったことになる。遊女道チューズ、キンベル美術館所蔵。ありがとうございます。